茨城県道274号牛久赤塚線、つくば市北中島茨城県道274号牛久赤塚線は茨城県牛久市からつくば市に至る一般県道である。本路線は牛久市日立野からつくば市や赤塚の国道354号交点まで南北につなぐ主要幹線道路で都市計画道路である。 学園西大通りの南側の一部区間が県道指定されたものである。もともと旧国鉄万博中央駅と付近を通る国道6号玄関口に、筑波県旧学園都市方面へ、福音30メートル4車線のアクセス道路のとして計画された都市計画道路の一部で、1985年の国際科学技術博覧会の開催に合わせ開通している。 1985年に科学万博を開催するに、際始、当時は、鉄道輸送、道路とも、交通インフラが十分整っておらず、陸の孤島と揶揄され、開発途上の筑波研究学園都市にあった万博会場まで、既存鉄道路線からの人員輸送路の確保について、取材する財団法人国際科学技術博覧会や、茨城県土木部などから一部不安視されていた。 このことから、常磐線に臨時駅を設けて、駅から自民輸送するための交通インフラを整備することを目的に、主要地方道土浦の打線以北にあった都市計画道路学園西大通り線を国道6号まで、さらに道路を延伸計画し、1984年に茨城県の県道として認定を受けた。 科学万博開催直前の1985年2月28日に全線開通。科学万博会場と万博中央駅を結ぶ連接バス、スーパーシャトルの運行路線として完成し、万博開催期間中における、この路線は中央線側の車線がシャトルバス専用車線に、国道6号万博中央駅間は一般車両進入禁止の交通規制が設けられた。 科学万博終了後は、万博中央駅も解体撤去されて1時間散とした道路にあったが、万博中央駅や土地に、日立の牛久駅を開設以後は、沿線開発が進み、国道6号牛久方面とつくば研究学園都市を結ぶ重要な幹線道路の一つとなっている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。